りの天気予報だったんだけど、きれい。淡路島を抜け鳴門大橋に入ります。うずしお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 、にぎん転倒注意だったよね、これね、怖いんだ。おお、うずしおすっげえこれはすごいね。やっぱりうずしお見に行くか。鳴門のうずしおっていうのも淡路島のところからね見るのは乗ったんですけど、鳴門市から乗るやつは初めてだよね。大塚国際美術館なんだって。へえ。切符売り場って書いてあるよね。小規制の乗り場ってここでいいのかな。ここでかいね。でかいでかいでかい。こっちはまたでかい。ちょっと冷えたかな。おThank you.
見えるんだよね。美馬インターで降りて三好町の方を向かっております。まあ、ここから国道438号線に入って行くんですけども、ちょっとねここね438号とか439号とかっていうのがかなりくねくね道路だったんですけども、行きがけにナビの地図を見ている限りなんかちょっと通行止めになってんのかななんか思わぬ道の方へ曲がっていくような感じになってますが、まあ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 いいでしょう。美馬ブリッジです。四国といったらこれな感じの沈下橋がペロペロと川を通っておりますよ。今は片側1車線のね2車線道路になりましたけど、割と 1.5 車線なね道が点々としたり、そんな道になってきてますがなかなか楽しげな道じゃないか。おお、おお、こんなんだったっけな。いや、この辺は走ってないから知らないか。いや、この走ってるような、おお、すごいくねくね道だよ、もう。もうすでにそんな感じ？まだ頭のカメラセットしてないんだが。はい。おおおおおおおいや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 すごいね。